IPU の健康科学科は、日本で唯一体育学部の中にある、柔道整復師を養成する学科となっています。運動スポーツというところに特に注目をして、柔道整復師の国家資格を目指す学科となっています。健康科学科の中には3つ大きなコースがあります。1つ目は柔道整復師の勉強をですね、深く追求をする柔道整復師コース。2つ目は柔道整復師、スポーツトレーナーの資格を合わせて取る柔整アスレチックトレーナーコース。それから3つ目は柔道整復師、健康関連の資格を合わせて取得をする柔整健康トレーナーコースというものがあります。柔道整復師というのはですね、骨折、脱臼、捻挫、打撲といったいわゆる怪我ですけれども、怪我に対する処置を図って早期に社会復帰を促すということをですね、業とする職業となります。柔道整復師は接骨院あるいは整骨院という形で開業をすることが可能となっています。研修会は大きく2つの目的を持って運営をされております。1つ目はやはり何といっても柔道整復師の国家試験に対する補習というものをですね、対策ですね、これを中心にやってまいります。それからもう1つはですね、就職ですね、幅広い業態を示しますけれども、特にですね、多く接骨院あるいは整骨院という場所にですね、就職をしてまいります。自分が希望とする接骨院に就職できるようにサポートをいたします。トレーナーという言葉はですね、幅広い業態を示しますけれども、本学では特にですね、やはりスポーツ現場に出て行ってスポーツ選手とともに行動をするようなトレーナーを目指します。選手が怪我をしたとかですね、それからやはり調子が悪いといった時にはですね、医学的な処置というものが必要になってまいります。その時にはやはり体の形態であったり、それからそれぞれの器官ですね、肺とかあるいは心臓あるいは骨格筋といったものがどういうような体の中で役割を果たしているのかということをですね、深く知っていないとその選手に対してアプローチできませんので、そういうことを医学については学ぶ必要が十分にあると思っています。サットと言います。そのサットはですね、体育会についてですね、トレーナー活動を行う集団のことを言います。やはり学生の時からですね、より実践的な活動を目指してですね、社会に出た時にすぐにですね、もう活躍できるようにですね、もう学生の間から練習をしておくということになっております。健康科学科ではスポーツトレーナー海外研修を行っています。アメリカウィスコンシン州大学オークレア校にて1週間という校庭でスポーツトレーナー研修を行いました。スポーツトレーナーの養成課程に参加するもので、スポーツトレーナー先進国であるアメリカにおける最先端の技術や理論を学びます。 IPU 健康科学科では国際的な幅広い視野を持った柔道整復師を育成します。現在の日本は少子高齢化ということで急速に高齢化社会となっております。やはり中高年になられた方々に対してはやはり健康に過ごしていただきたいと、特に運動ということをですね、通して我々は生活習慣病の予防であるとか、ロコモーティブシンドロームの予防、それからメタボリックシンドロームというところをですね、予防をして活力のある生活を送っていただくようにですね、サポートをしたいと思っております。
高齢者の方がですね、実際に運動をしてみたい、あるいは運動指導を受けてみたいと思ってもですね、実際にじゃあどこに行けばいいのということで迷ってらっしゃる方も多いと思います。そういう時にはですね、柔道整復師は地域地域にですね、接骨院ということで拠点を持っております。ぜひ接骨院というところを利用していただきまして、接骨院が高齢者に対する運動指導をする中心の場というふうになってもらえれば今後はいいと思っております。障害者のボランティアは特に本学でも力を入れております。例えばデフサッカーであるとか、ブラインドサッカーであるとかですね、あるいはボッチャと呼ばれるような競技ですけれども、そういう障害者のスポーツ大会にボランティアとして出かけていってですね、地域貢献に尽力をすることをですね、特に推奨をしております。我々健康科学科ではもちろん柔道整復師という資格を目指していただくわけですけれども、ただ単にですね、怪我の処置だけにとどまることなくですね、スポーツ競技への復帰、あるいはハイパフォーマンスの指導ができる、あるいは高齢者の健康寿命の延伸というものが指導できる、そういう柔道整復師をですね、この健康科学科では目指していただきたいというふうに思います。